どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリーインボーク、激闘地下決戦の A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。青霧統一パですね。まあ、こう見ると結構青霧バケモン揃いだなって思うんですけど、もう、あやとくんも、正直もな、各ジャみたいなも、自分でまあ仮面は作ってないけど、もうこいつは、もうな、各ジャみたいな確認してるよ。うん、正直、まがまがしい。というわけで、やっていきたいと思います。では、行きましょう。さあまあとりあえずまあこのメンツなら適当にやってもいけると思うわ。防御力下げる滝沢いるし、エイトはバフ要員だし、ガンダムは何だったかな、ガンダム何だったっけな、ね、敵の防御力下げる、あ、同じね、流血状態にする、あ、武器耐久値も、あ、3を回復してくれるんだ、なるほど、オッケーオッケー。じゃあとりあえず普通にやっていきますか。結構うるさいな。でまあうるさいのはエトとオールなんだろうけど、ガンダムはわりかし静か。んーで、とりあえずオール打つか。オール打って、オールはね、アタックポイントが高いから全部消化すればスキルはまあ普通に溜まるっていうところはでかいですね。打って、おお、やっぱ圧巻だな、このスキルは。全員で総攻撃して、でオール打って、まあこれじゃ倒れないかなとは思うけど、うん、倒れないね。じゃあムカデ出して、僕がエト出して、オッケーオッケー、いいぞ青霧パ。まあこういうの組みたかったよね。さあ、アリマ。んで、まず撃とうか。撃って、武器耐久値をまず削って、で、オール撃って、で、またムカデと交換するか。ムカデと交換して、まあ、ムカデスキル打てるけど、ちょっとここはエトのブレイクバーストの力を借りたい。んーで、いけ、ボー、オッケーからのエト。これ有利属性かな。あ、あいつ水属性か。あ、だからタタラの結構火力出てたんだ。そう、オールダメじゃん。オールダメじゃん。ダメじゃんと言いつつ、まあそこそこの火力は出すけど。ああ、全然そんな火力出てなかったわ。うん。少しはやる気になったか。さあ来るぞ。ブルルル。いや待って、オール飛びそう。やばい。あぶね。あ、エト飛んだ。おいおい、待て、ムカデ、お前、あ、オール飛んだ。やべ、つえ。待て、ムカデさんちょっと死にそうだな。ここ最後ちょっとムカデで決めたい感はない、そんな感じするな。ムカデではでも決めらんないかな。さすがにちょっと一発撃つか。詰まなきゃ、ボボボボボボボ、うん、なかなか厳しいところはあったっぽい。まあここは、うん、あー、これ待って、本当負けそうじゃん、微妙に。微妙に負けそうじゃん、気づけば。ちょっと真面目にやろう。いや、真面目にやってなかったわけではないけども、真面目にやりましょう。いや、たまんないっていうね。うん、これあれだな、タタラさんちょっと温存して、まさかのちょっとヤモリが倒すかと思って、ヤモリめちゃめちゃ久しぶりに使ったんだけど、少しはやる気になったか。御三家ヤモリ、
が御三家ヤモリじゃなかったわ、フェスゲンヤモリだったわ。あーヤモリが吹っ飛んだ。危ない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 。ちょっと最後はタタラさんにじゃあ決めてもらおうか。やっちゃってくださいよ。オッケーこの二人なんかすごいな。はい、ということで、念願の、青霧パでした。お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。